質が取らないようにしますよね。で、体重が軽いね。軽い。423。で、これ、こんなん出てるわけ。そう、ギリしてるんですよ。消えないかって弱いっていうかな。ちょっと軽すぎる。今陸亀でさ、この持った感じ、見た感じと、持った感じがめっちゃ軽いからさ、もっとずっしりしてないとダメですね。あの、今423ですけど、お家で体重測ったりはしてます？してます。買った時何グラムか覚えてます？買った時はね、持ってきたんですよ。385だった。ほんと、それ、一応増えてきてるわけ。それ増えてきてます。ほんと、はい、それどこで購入したの？大阪のね、軟調しちゃったから軟調しちゃったから聞いてもわかんないですよ。で、主食はリグガメフード。いや、小松菜とかそういうのが主食です。なるほど。あとはリグガメフードもあげてる。はい、食べます。食べます。どっちも食べます。どっちも食べます。ほんで、下痢しだすのは1週間前から。で、うんちって毎日してますか？毎日はしないです。本当、毎日に1回くらい。3日に1回ぐらい。それは普通のうちにできますよね。そうですね。3日に1回。で、あと、ただ排便が芳しくないので、温浴してるんですよ。いいですね。うん、で、温浴すると、柔らかい便に出てきたりとかそういうの。わかりました。ちょっとね、めっちゃ軽いからさ、あの、検便は今してますけど、はい、このうんちもちょっと検定にしようか。よいしょ。なんか着てないか、あのギリシャの中で特に。あれ何これ？なんで、何が入ってるの？そんな異物が入ってるような。こんなのは何これ？草っぽいのあげてます？草やってます。あ、草あげてます、ね、はい。あの普通のどういう草？ね、あの草って言っても普通の香りですよ。小松菜とかそういう野菜です。野菜ってこと？はい。それの繊維なんですけど、ね。それの繊維なの？じゃあケース持ってきて。ちょっとね、もし可能だったらレントゲンも取りたいですね。ああ、はい。で、この場でちょっと検討して結果出しますんで、はいはい、それと便検査と合わせて治療していく。はい。もう一回お伺いします。受付でプリントもらってません？何もらってない。2枚だから、はい、2枚分あれば4方向だから3000の2枚、はい、それから便検査が1200。はい、じゃあそれでお願いします。よろしいですか？はい、じゃあレントゲンも取らさせてください、はい、そうするとね、レントゲン取ると消化器の状態とか呼吸器の状態とかよくわかるので、はい、それから治療した方がいいかなと思います。で、まずこれは、はい、陸亀のことと、それから水亀のことも書いてありますのでね、はい、水亀のところを飛ばしてください、はい、それからあとですね、これちょっと使ってもらっていいですか？